はい、熊本で美容師やってます、ソングバード稲津です。今日はですね、髪の毛の静電気ですね、髪の毛の静電気を抑える方法、もうなくすは難しいかもですね、冬場はですね、まあなるべく抑える方法をご紹介していきたいと思います。こう顔とかにね、こうなんかベタっとこびついたりとか、ふわふわふわってなってると、なんかツヤ感もなくて嫌ですよね。まあそれ静電気なんで、その静電気を抑えます。今日はまず静電気が起こる理由ですね。静電気が起こる理由っていうのが、簡単に言うとプラスとマイナスっていうですね、2種類の電気のバランスが崩れた時に静電気って起こるんですよ。例えば、まあ、洋服で言うと、まあ、ポリエステルのシャツですね。ポリエステルのシャツっていうのはマイナスの電気を帯びやすいんですよね。でマイナスの電気を帯びやすいポリエステルのシャツを着る。その次にプラスの電気を帯びやすいですね、ウールのセーターなんかを重ね着するんですよ。そしたらですね、ポリエステルのマイナスとウールのプラスの電気っていうのがこうバランスが崩れちゃって、こう洋服でこう静電気が発生するんですね。でもそれを切る段階でやっぱ髪の毛とかにもこうね、切る時に当たっちゃうんで、やっぱ髪の毛のバランスも崩れていくんですよ。で静電気を帯びている状態って、バランスがさっき言ったように悪いために、こう接触したもの全てでバランスをですね、電気のバランスを取り戻そうとしてバチッと放電するんですよね。で髪の毛だったらふわーっとバランスを保とうと思って、電気のバランスを保とうと思って、こうふわーっと広がったりとか、ベターっと髪の毛についたりするんですよね。まあ、これがまあ静電気って言われるもののこう簡単に言う説明ですね。で、まあ、ここからその髪の毛の静電気の対処法ですね。まあ、静電気の性質の分かったんで、まあ、性質が分からないとどうしようもできないからですね。まず静電気のこうなるべく髪の毛を起こさない方法ですね。まず基本的なことですけど、湿度がすごい関係するそうですね。 30% 以下だったから、まず部屋の湿度をあんまり下げすぎない。やっぱりこう冬場下がっちゃうんで静電気起こりやすくなっちゃうんで、なるべくこう加湿器とか焚いてこう湿度を少し保っておく。でこっからちょっと本質的なことですね。まずはしっかり保湿すること、保湿が大事です。髪の毛の保湿しましょう、まあ、イコールヘアケアをしっかりしてくださいということですね。はい、ヘアケアがしっかりできてないと保湿もしっかりできてないんで、髪の毛が静電気を起こします。で次が今使ってるブラシですね。ブラッシングしすぎもあんまり良くないです。ブラッシングをしすぎっていうのがですね、まあこれも簡単に言うと、こう 18MEA っていうですね、のがですね、こう髪の毛にこうまとわりついてるんですよ。それがやっぱしすぎちゃうと取れちゃうんですよね、崩れちゃったりとか。ちなみに当店で使ってるイノアカラっていうのは、その 18MEA っていうのをなるべく壊しません。普通のアルカリカラーはかなり壊す、補足ですね。だからあんまりブラッシングしすぎも良くないです。でも皆さんが思ってる以上の回数がしすぎって感じですね、まあ、1日10回とかやる人はしすぎですね。まあちょっとそれは置いといて、ブラシを変えてみる。まあさっき言ったようにポリエステルとか、まあ、プラスチック製だったりとかすると、こうマイナスの電気を帯びてるんで、まああんま良くないですよね。バランス崩れちゃうんでですね、ボーンとマイナスが加わってくるんですね。まあこういう、まあちょっと前にこう動画でもご紹介したんですけど、ミッシェル・メルシェとか、まあプラですかね、ポリエステルですかね、まあそんな感じなんで、やっぱこれでやっぱ溶きすぎるとどうしても静電気起こりすぎちゃうんで、じゃあどれで溶けばいいのって話なんですよね。まあ、簡単に言うとこういう天然素材のですね、イノシシ毛って言われるようなブラシですね。こういう素材だとやっぱブラッシングして静電気が起こりにくいですね。まあちょっとお値段も高いんですよね、こういう天然成分の木製だったりとか、天然も豚毛だったりイノシシ毛ちょっと高いんで、まあこうミックスされたやつもありますね。こうこのピンの部分はなんですか、プラですかね、ポリエステルですかね。で奥にイノシシがついてる、まあこういったクッションブラシタイプだと、まあ当たりもいいし気持ちいいし静電気も起きにくいと思います。こっちのイノシシオンリーとかだとやっぱ最初硬かったりするんですよね。でもまあどう使うにつれて自分の髪の毛に馴染んできて、まあこういうのは育てるブラシって言われてるんですよ、イノシシオンリーとか。まあ量産的にもちょっとこう抑えたいっていう方はプラですかね、ポリエステルですかね、こうピンと混合の天然元混合のやつもおすすめかなと思います。僕はサロンで解くときはもうこれが結構多いかなと思います。うん、痛くないしですね、ちょっとこっちはたまに引っかかって痛いときもあるんですけど、使い続ければすごく一流のブラシに育っていくって感じですね。だからブラシを変えてみるってことです。まあその他にまあいろいろクレイツさんとか
まあいろいろこう静電気に特化したブラシとかも販売されてるみたいですよ。ちょっと今僕の中にないんですけど、頭の中にですね、どういうのがいいみたいなのがないんですけど、まあちょっとググってみればすぐ出てくると思います。まあ静電気にそういう特化したブラシとかを使ってみられるのもありかもですね。すごく静電気が強い人はですね、いやブラッシングするという行為自体はすごくいい行為なんで、やりすぎがダメなんです。まあ1日10回とかしないですよね。やっても3、4回ですか。そのぐらいは全然やった方がいいレベルなんで、まあちょっとブラシ変えてみましょう。はい、次がスタイリング前にしっかり保湿する。これどういうことかというと、朝起きた時っていうのが結構やっぱ乾燥してるんですよね。まあ1日で一番乾燥してるんじゃないかと思います。まあ部屋の湿度だったりとか、まあ、枕とか寝具でのこう摩擦だったりとかでやっぱこう乾燥して、ね、髪の毛も静電気が起きやすい状態だと思うんですよ。まあそんな状態でですね、いきなりこうアイロンコテとかワックスとかつけたらやっぱり静電気の元になりますね。まあ静電気にスポット当ててるんで、今は静電気元になるんで、やっぱその前に一回保湿しておきましょうってことですね。保湿、これ前々から言ってるんですけど、まあ、トリートメントミスト、イノートミストですね。これがいいです。なんですか、 PR とか案件じゃないんですよ。本当にいいんで、だから朝起きて、まあ、顔を洗ったりなんたりして一回こうイノートミストこう振るんですよ。頭に振ってあげて、まあ、こういうのでブラッシングしてあげて、一回保湿してあげてスタイリングを始めるといいのかもですね。まあ、寝癖直しにもすごくちょうどいいし、これセラミドって言ってすごく髪の毛を柔らかくする成分とかも入ってるんで、すごくおすすめですね。で、保湿もしっかりしてくれます。で、プラスイノートミスト、香りもめっちゃいいです。やっぱ髪の匂い、頭の匂いって大事ですよね。なんかこうまず朝起きて振って全体に振ってあげて、保湿プラスこうちょっと香りもつけてあげてブラッシングしてから、まあ、なんかこうコテで巻くなりされると静電気起こりにくいです、一日中で。まあ今までの説明がこう髪の毛の静電気が起こりにくい、まあ、本質といいますか、まあ、僕が思 こう起こりにくいくするような方法ですね。でこっからはまあ補足ですね。補足、まあ、先言ったあとはお洋服を選んだりとかですね、まあ、ちょっとウール系とかはやっぱこうかぶっちゃうんでバリバリバリっといきますよね。まあそれがあった時はちょっと保湿を多めにするとかっていう対処が必要なのかな。あとオイルとかもいいですよね。オイルですね。オイルとかも塗っておくとやっぱこう保護されるんで静電気起きにくいですね。まあ洗い流さないトリートメントはこういうまあエマルジョン系が保湿に優れてるんでいいのかなと思います。まあこういうのをつけて乾かされると一番いいですね。でもあと結構これも重要なのかな、お肌の保湿、手の保湿、これも大事ですね。やっぱお肌と手が乾燥してるとどうしてもこう張り付いちゃいますね。スタイリングする手がこう乾燥してるとふわふわふわっとなっちゃうんで、お肌と手の保湿もちょっとこうしておいた方がいいですね。まあ、特に大切なのは顔周りと手ですね。保湿するのに対して髪の毛の静電気を抑えるためにはですね、まあ、顔と手をちょっと保湿しっかりしておきましょう。今とかやっぱね消毒多いから乾燥しちゃいますもんね。はい、どうだったでしょうか。まあ、今の髪の毛の静電気対策プラスお肌顔周りの保湿と手の保湿、まあ、この辺をしっかりやっとけばもちろん1日じゃ解決しないかもです。やっぱこういうのは積み重ねが大事ですね。毎日毎日こう保湿してシャッシャッシャッとですね。で、まあ、こういうエマルジョンタイプつけて乾かして朝起きたらイノトミスト振ってブラッシング、まあ、良ければこういうですね天然毛系のブラシが一番いいですね。こういうのでブラッシングしてあげる。で、まあ、仕上げにオイルなんかつけてあげてたらもう起きないんじゃないですかね、静電気は。はい、ほわほわっとなりにくいと思います。まあ、これからの季節ですね、そういう風にやっぱこう静電気も多くなっちゃうんで、ちょっと今の対策やってみてください。何事も積み重ねが大事です。毎日毎日意識して積み重ねてみてください。まあ、一つでもいいんで、例えばこういうイノシシ毛とか天然毛のブラシに変えてみる、イノートミストを買って朝から振ってみる、一個だけでもいいんで取り入れてみられるといいのかなと思います。他にもヘアケアだったの動画ありますんで、ちょっと時間ある時覗いてみてください。ありがとうございました。